毎日の積み上げですね。で、これはまあやはりもう言うまでもないんですけど、人生ってやっぱ一日が変わらないので、まあ、結構その多くの人っていうのが一発逆転を狙ったりしていて、例えば SNS を頑張ったらある時にこう急激に急上昇するみたいな、大きなバズを起こして自分はなんかめちゃくちゃ伸びるみたいな、まあ、そういうふうに考えてる方多いんですけど、まあ、正直それって 0.0001% とかもうめちゃくちゃもう少数の話なんですね。で、あの世の中にはインフルエンサーみたいな人いっぱいいると思うんですけど、まあ、そういった人ってどうやってこうフォロワーだったり、まあ、どうやって収入を伸ばしてきたかっていうと、まあ、基本的にもうほぼ9割9分って人がもうコツコツと伸ばしてるんですね。だからこう一発逆転をそんな目指さない。で、目指さずに、じゃあその場合にやるべきこと何かっていうと、それが毎日の積み上げですね。で、ここに関して、まあ、参考までに、まあ、毎日積み上げるって言われても結構モチベーションを保つのしんどかったりするじゃないですか。で、そこに関して僕が思うこととしては、結構その3の倍数っていうのを意識するといいかなと思っていて、まあ、いきなり始めて、で、正直1ヶ月頑張っても多分そんな変わらないんですね。で、変わらなくて2ヶ月がそんな変わらない。まあ、ただ3ヶ月経つと、まあ、ちょっと変わったりするんですよ。大きな成果出なかったりしても、例えば周りの環境がちょっと変化していくとか、あと、ほんと小さな成果がポツンと生まれるとかっていうのが3ヶ月目。で、その次の変化っていうのが6ヶ月目ですね。で、その次が9ヶ月目。で、その次っていうのが12ヶ月目、1年って感じですね。だからこの3っていう節目で、そこを目安にちょっとやっていくと、小さな変化に気づけたりするみたいな。僕はそういうふうに考えています。あと、ここに関しては一つだけおすすめの方法っていうのがあって、それが、Twitter で発信することですね。で、何を発信するかっていうと、まあ、これ僕が実際に使っている方法なんですけど、ハッシュタグで今日の積み上げですね。っていう感じで、まあ、ツイートをする感じです。で、これもともと僕がなんとなく自分の趣味で始めたやつなんですけど、それが、こちらのツイートで、で、僕こんな感じでもうほぼ毎日ですね、多分ツイートしてない日はないと思います。今日の積み上げって感じで朝一にこうツイートをしていて、で、これで、まあ、今日やることってこう羅列してるんですね。で、これをやることによって、まあ、ハッシュタグとかつけると、やっぱいいねとかもつきやすくなるので、まあ、いいねつくと、まあ、ちょっとモチベーションも上がるじゃないですか。モチベーションも上がるし、まあ、自分が言ったからには、まあ、今日ちょっと頑張らないとな、しかもツイッターなんて使う利用料金無料じゃないですか。まあ、だからやらない手はないですよね。まあ、こういった感じで人生を変える最大の近道ですね。これ何かっていうと、それが毎日の積み上げなんですね。で、多くの人っていうのはなんか一日だけめっちゃ頑張るみたいな、なんか今日はめちゃくちゃ読書しようとか、まあ、そういうことするんですけど、いや今日めちゃくちゃ読書するよりも毎日30分でもいいから読書する。まあ、こっちの方が絶対人生変わってくるので、ぜひこう毎日コツ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 と、まあ、一歩ずつでいいのでこう階段をちょっとずつ登っていくみたいな、まあ、そんな感じでやってみてください。はい、続いて人生を変える行動の2つ目っていうのが自分の強みを作ることです。僕のチャンネルは基本的に稼ぐというテーマにおいて発信をしています。で、もし今後収入を伸ばしたいとか、もっとなんか人生の難易度を下げていきたいみたいな、まあ、そういう方がいたら、チャンネル登録しておいていただけると、もちろんその全部の動画を見ようとかっていう、そういう風に言うわけじゃなくて、この動画の内容ちょっと気になるなとか、この、なんていうんですか、内容って自分あんまり理解してなさそうだなみたいな、そういう動画が流れてきたら、ぜひ移動中とかで聞いてもらえると嬉しいです。で、聞いてもらいつつ、かつそのまま行動を実行していくと、多分収入とか、あと、まあ、会社で出世するとかもそうだと思うんですけど、またフリーランスとして独立して稼いでいくとか、まあ、そのあたりの知識っていうのはもう確実にこうアップデートされていくと思います。なので、もしよかったらチャンネル登録しておいてもらって、見ていただけると嬉しいです。